新生アイドル浜田バミバミのミュージックビデオなんでやねんねんが海外でも話題になっていました。浜田バミバミはダウンタウンのガキの使いやあらへんでの浜田雅俊をアイドル化するという企画から生まれたキャラクターで、キャリーパミパミを生み出した中田泰孝氏がプロデュースを担当しています。ショートバージョンのミュージックビデオながらすでに笑える要素満載の内容になっていて、海外からも絶賛の声が寄せられていました。いや、キャリーは最近随分と男らしくなったね。キャリーパミパミの双子の姉妹か何かですか？可愛すぎる。これは嬉しすぎる。もっと見るのが楽しみだ。混乱してる。これってコマーシャルなの？ミュージックビデオなの？これオリジナル曲なの？いつもながら浜田は最高だ。マスコットが最高に可愛い。振り付けがキャリーになってる部分があった。もちろん爆笑したよ。あそこは面白すぎた。お笑い界の重鎮がアイドルデビュー、そのミスマッチさが逆に可愛いのでしょうか。海外でも絶賛の声が寄せられているようです。本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。それではまたこちらのチャンネルで皆様にお会いできることを楽しみにしております。